はい、それではこちら岡山県産の、倉敷デニムの紹介になります。でまずねこのデニムの特徴なんですけども、厚みがですね7から8オンスぐらいですね。そこまで厚ぼったくないデニムになります。はい、で一番のね特徴なんですけども、ちょっとね、近くで見ていただいて分かりますかね。これね折り感がすごい繊細で、通常のデニムよりはね細番手のね糸を使ってるんですよね。なのでデニムならではのこうまだらな色合いじゃなくてね、非常にこうフラットなこう色合いがね出てると思います。デニムってねいろいろな楽しみ方があるんですけども、このデニムに関しては特徴的にはね、デニムならではのこうカジュアルなね感じが逆にこうカジュアルになりすぎないっていうところがねいいんじゃないかなと思います。で素材も、綿が 70% でポリエステルがね 30% 入ってるので、比較的ねこうシワにも、なりづらい、また扱いやすいっていうところもあります。やっぱりこうデニムとはまた違う、通常のデニムとはまた違ったね、楽しみ方できるんじゃないかなと思います。で作品のイメージはやっぱりこうアウターになります。ジャケットコートなんかがねいいんじゃないかなと思うんですけども、例えばエプロンとか、ジャンバースカート、あとボトムスだったらね、タイトめのスカートぐらいだったらね割とこういけるんじゃないかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。はい、で最後に生地幅ですね、152センチ、これね幅すごくね広いタイプになっておりますので、容赦余裕持って使っていただけるんじゃないかなと思います。作品のご紹介をいたします。まずねコートを作ってみました。とても素敵にね仕上がっております。こちらは襟元が V ネックになっているので、とてもねすっきりとしたデザインになっております。でインナーともね合わせやすいんじゃないかと思います。でこのねコート後ろ姿がもっと素敵なんですね。ちょっと回してみます。こちら後ろにはねヨークの切り替えがあってタックが入っておりますので、結構ねフレアのこうボリュームもあるタイプなんですけれども、脇から共布で作ったリボンをねつけておりますので、こちらをですね後ろに回して、リボンね結んでいただくとですね、してね、ウエストマークして、着ることができます、ね、なのでドレス風にもね着ることができるエレガントな雰囲気のコートになっております。で素材はデニムなんですけれど、デザインがとても女性らしいのでエレガントな雰囲気でもね着れるよそ行きのタイプになっております。はい、でそして、こちら子供服もね作ってみました。こちらもね子供のコートになっております。可愛く仕上がっております。こちらは、ね、シンプルなデザインなんですけれども、襟がねついていてちょっとテーラー風になっております。なので子供なんだけど大人の雰囲気で着れる、かっこいいタイプのねコートになっております。でこのように生地をお揃いにしてね親子で楽しんでいただくのもいいんじゃないかなと思います。でこうしてコート以外にはやっぱりパンツとかもね履きやすく作れますので、ぜひねいろいろなアイテムで作っていただけたらと思います。